コンバッチ8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今日は右投げ左打ちの投手、フォームは山口県、好きな球団は手汗ボールマリンボール狙いのロッテでいきたいと思います。そして今日の持ち込みカードはヒーリングカード、そして天才カード、天才カードでいい選手を作っていきましょう。では早速やっていきましょう。シンカーが3はいいのですが、132キロ遅い、そしてコンスタが何よりも低すぎますね。天才だと35から50D まであったのに、で威圧感のお兄ちゃん進化 OK、 手汗ボールの素材が成長していく。そして今日まず一つこちら後付け収録になっております。本当は音声を先に撮っておいたんですが撮れてなかった、なので後付け収録になりますのでご了承くださいということで、ステージ終了。全然伸びなかったね。そして第2ステージをやっていくと、まずは球速に変えて、球速が一番上がりにくいからと青マスがなくなる。青マスなくなるとねかなりきついが、スタミナ OK でハテナを踏んで輝く OK、 いいね。でも赤い、めちゃくちゃ赤いでハテナ踏んで大回復、いい感じよ。でやる気を上げてからまた踏むとコントロール、やっとねコンスタがステイ1のね終わりぐらい、いや始まったぐらいかになったぐらいなのだが、これは仕方がない。まあその分変化球がいい感じに育ってるので許しましょう。で回復の回復系満タンゴールです。完璧だ。ステイ2まではなんとか待っている。さあ第3ステージどうだ。変化球、新しいの入ってくる、フォーク系ね。そして青いもいる、手汗の素材で今威圧感、威圧感はここまで入っていないので仕方がない。まあくれたらくれたでいいのだが、さあどうだい。基本能力スタミナ、渋い。そして手汗が入る、オッケー。マリンボール、これは手汗をガンガン成長させていきたい。で宝箱取って変化球所持ね、オッケー。進化進化、マリンボールが6です、大成長。おっとカレンさんがステ3で早くも降ってきて、これ隣いけるね、上行ったか。無地が輝いて大回復する、オイス7。これはシャッフルする前にカレンさんに会いたい。よしオッケーオッケー、いいねいいね。めっちゃ逃げるけどオッケー。これでなんとかカレンさん退治、そしてやる気は上げる。で変化球がシャッフルの奥なので、先にどっちのシャッフル行こうかなと。オッケー、ナイス回復。シャッフルして変化球を、よし取れるね。これはやる気を取ってから、まあやる気ボーナスといってもまあ1しかもう上がんないので仕方ないんだけれども、ここね重要ですわ。でスタミナ取ってシャッフルするかな、どうしようかなと。いやでもこれしない方が、赤1個だけでぐるっとねハテナマスもたくさん取れるので、ナイスチヤホヤ、チヤホヤはありがたい。でハテナいって青がなくなる。まあでもここまでね140の CC 3球種の創薬感9、十分ですわ。ステ3でだいぶ挽回した。でステージ4、選手が3人、これはチヤホヤカードのおかげですね。そしてスライダー系があると、これはガンガン伸ばして、おっと選手8、奪三振、奪三振は欲しいところ、出てきたところをゲットする、オッケー。でも基本能力ね仕方がない。でカレンさん振ってくる、隣、あざす。逃げるな逃げるな、そんな逃げるんじゃない。よし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 、いいよいいよ。おっと隣だったのに残念だ。でもひじりも隣なので、まあまあまあ許しましょう。でしっかりとひじりがもう行き止まり、ドンケツですわ。オッケー、これで BB、 いいね。で宝箱で球速、ちょっと球速低いからねしっかりと上げていきましょう。よっしゃ2段階、
スライダー系2段階いって球速、変化球が全く入ってこないな。びっくりするぐらい入ってこない。あ、落とす。変化球強化、マジか。まあ、でもここまで十分働いてるからな。宝箱回復10、 OK。 宝箱は何をくれる。ここまで変化球バンバンくれてるからね。さあ何だい。変化球素晴らしい。427、高速スライダーが4、めっちゃ成長してるわ。で石川さん、緩急じゃなくコントロール。ここまで特能ゼロよ。入ってないのが珍しいわ。シャッフル、おっと、肩とスタミナ、マジ狂犬病。これは辛いね。いやー、 C か、 S まで持っていけるか。ということでステージ5ラストです。ボーナス手はなし。そして選手は3人、チヤホヤカードあざす。でカーブ方向4球種目がある。で選手は種市さん、うちっち。特能ゼロはまずいぞ。で回復がまあ渋い。でまた変化球超人で素晴らしい。447でカレンさんの位置で、これはちょっとね、赤おにぎりが邪魔なので、ウェイス岩下さんから、おっと輝く、いいよ、 OKOK、 回復がある。回復をもらってどのくらい、10、調子良すぎるだろう。でこれゴール付近に赤おにぎりがあるんだよね。回り込むのがだいぶきついので、早めにシャッフルワンチャンかな。もうカレンさんの位置を考えると合計6歩でいけるっちゃいけるんだよね、こっからね。なのでぴったり会えると思うので、シャッフルするかしないかを迷って。宝箱か、いいな。でもこれ本当はね、カーブを取ってからね行きたかったんだよね。519、カレンさん動け、動き続けろ。あ、ずれてる、やばい。よし、動かない、ナイス。さあこれでもう怖いものはない。あざす、現象。まあまあまあ仕方ない、ここまでね調子良すぎたので。でカーブ方向ゲットして、カーブ、これは変化球お化けだよ、やばいって。すげえ選手ができる。これはもう下回りでガンガン行こうか。おっと、変化球きた、いいね。でカーブドン、1か。変化球強化落としてるからしょうがないね。さてとどうだ、いいぞ。これはもうあと青マスだけ取ってゴールでいいでしょう。星も相当伸びる。しかし、あ、もうスタミナ、いやコントロールか、乾燥してるから上がらねえわ。選手来るか、どうだ。これシャッフルね行けば確実に会えるんだけれども、球速 OK、 ナイス。基本能力スライダー、変化球バンバンじゃねえか。ということでいい選手でしょ、完璧ですね。化け物や、博士もなくここまで変化球を上げられたのって多分初めてな気がする。総変化合計で18。では名前設定いきたいと思います。はい、名前設定してきました。むややくん、星688。なんと変化球は4球種の18、化けたのですが特能が1個もありません。こんなことあるのだろうかっていうぐらいのね、化け物選手にはなったんだけれども、まあ、161キロもいいし、スタミナも A なので十分活躍するでしょう。オペナ楽しんでいきましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら、防御率 2.95 で惜しくも第2位です。 0.01 の差。そして勝率、こちらは6割3分6厘第5位、勝ち数は14勝で第4位になります。で取れたタイトルがこちら、奪三振240個。ということで奪三振率でいうと千賀さんに負けておりますが、いい活躍できたかと思います。あとは完封は0、完投は7ということで、やはり特能が何もなかったのが響いてんのかな。取ったタイトルこの能力で1個しか取れていない、ちょっと寂しいかなと思いました。
皆さんはどう思ったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。